ワンピースが大好きな神木です。はい、最近のワンピースですね、熊の過去編というのが約3ヶ月間続いていたということもあって、なかなか複雑になってきたなという感じしますよね。というかですね、ちょっと忘れてるところがたくさんありますよね。まあ誰がどこにいて、エッグヘッドでは何をしているのかと、そういうところですね。なので今回は私ですね、わかりやすくまとめてきましたので、そのあたりを話していきたいと思います。そしてですね、最新話で明かされたいくつかの言葉であったり、まあ状況というものを照らし合わせると、また注目すべきポイントはですね、いくつか浮かび上がっておりますので、それもですね、一緒に話していきたいと思います。それでは行きましょう。デガパンクの夢の島。はい、エッグヘッドのちょっとおさらいですね。エッグヘッドは新世界にある世界政府がですね、今は所有している島ですね。通称未来島と。人類が500年をかけて到達する域にある頭脳を持つとされるドクター・ベガパンクの研究所があり、パシフィスタとかですね、まあ海軍が使用する兵器であったり、島エアコンとかですね、まあそういう今まででは考えられなかったような、まあ発達した発明みたいなものが、まあたくさん置かれていると。で、かつてはそこはですね、エッグヘッドではなくて、海軍の科学班が持っていた第8研究所という島だったんですけども、パンクハザードの事故があって、ベガパンクが移り住んで拠点にして、そして、まあ、いろんな発明をしたり、ホログラムを使って建物をですね、まあ、一部作ったりして今のエッグヘッドとなったと。で、全体像としては、まあ、大きく分けると2つに分かれてるんですよね。下が地上にある島ですね。その島は、まあ、ファビリオフェーズ、まあ、工場層ですねと呼ばれていて、作業員だったり研究員たちが暮らしていますと。で、さっき言ったホログラムであったり無人調理機であったり、まあ、警察の格好をしたパシフィスタもこう巡回しているというところですね。そして一方、その上ですね、浮かんでいるところというのは雲の上にまた建物があって、そして卵型のあの大きいパンクレコードが載っているというところですね。で、上の方はラボフェーズ、まあ、研究層と呼ばれていて、ベガパンクが回廊石の研究を続けたことで再現された空島の島雲と海雲に囲まれております。で、真ん中にはパンクレコードという装置があって、まあベガパンクの脳みそをですね、格納しているところですね。そして上のラボフェーズでは、その層全体をフロンティアドームという、まあ、防御システムが囲んでいて、侵入者はこう雲にかかるこう2本の線があるんですけども、そこにこう接触すると、まあ、撃ち落とされてしまうという仕掛けもありますね。そしてさっき言った下と上というのは真空ロケットと呼ばれるものでつながっていて、それに乗ってパイプの中をですね、こう移動することで、まあ、行き来ができるというところですね。まあ、他にはベガタンクというものもありましたね。そしてこの未来島に海軍と麦わらの一味とボニーとクマラが今散らばっていて、そしてバッサーコールが発動されているという状況です。その島を囲むのは軍艦100隻で、ベガパンクとしてはいろんな発明品をそこで作っていますし、いろんなことを実現してやっと作れたようなベガパンク自身の夢の島でもあると思うんですよね。まあ発明品もあるもので、こう自身の子供みたいなんですね、そういう愛情がある島だと思うんですけれども、まあ、バスターコールがこう行われるというところで、ベガパンク自身が一番今悲しんでいるのではないでしょうか。で、まあその工場層であったり研究層にいろんな人が散らばってるんですけども、まあちょっと前にですね、亡くなった人物もいて、それがサテライトの2人ですね、シャカとピタゴラスです。これですね、死亡と言われてるのでもう出てこないんでしょうか。まあしかしね、サテライトなので、もしかすると、まあ、ラボフェーズの建物では、まあ、臓器とかも作ってますので、まあそれとね、こう入れ替えることで、移植することで、まあ、治るという可能性もありますよね。でもしかし現時点ではシャカとピタゴラスはいないというところですね。というところで、今言ったエッグヘッドのこういろんなとこで誰が何をしているかをですね、ちょっと見ていきたいと思います。まあ島の構造としてはそんなに複雑ではないんですけれども、まあ、なんせキャラクターが多かったり、結構移動してるんですよね。下に行ってた人が上に行ったとか、上に行ってた人が一部下に行ったとかですね、上にいた人が最初はそこにいたのに今はその裏側にいるとかですね、そういうことがたくさんあるので難しいですよね。はい、まずはですね、そのエッグヘッドの下の部分、まあ工場層ですね、ファビリオフェーズから見ていきたいと思います。まあファビリオフェーズというのはまさに今ルフィたちがいるところですね。で、ルフィは何をしているかというと、なぜか無人調理機の前にいてお腹をね、満パンにして倒れているというところですね。で、海兵たちはその周りにすぐいて捕まえようみたいなことをしてますので、まあピンチっちゃピンチですよね。で、ここでちょっと違和感があるのが、ルフィはですね、この無人調理機の前におそらくちょっと前から移動をしてるんですよね。移動させられているのかしているのかわからないんですけども、とにかく最初に食料を与えられた位置からは動いてるんですよね。これはルフィの意思で動いたということなんでしょうか、それとも何者か、まあキザルであったりカリブーであったりが無人調理機の前に運んであげたんでしょうか。まあルフィの状態で言うと、まあ、めちゃくちゃ今満腹になっておりますので、あとシャーロットクラッカーに放った技ですね、ゴムゴムのキャノンボールってあったじゃないですか、満腹バージョンの時にだけ使える技みたいな、あれがですね、あの時以来もう出てないので、ここでまた発動され
されるのかもしれませんけども、まあ、とにかく、無人調理機の前にはルフィがいると。そして他にいるのがですね、まあ、サターン星とキザルですよね。まあ、サターン星とキザルはすぐそばにいて、工場層、まあ、その地上部分にいます。で、同じくその近くにいると思われるのがサンジとセントーマルとベガパンクですね。で、ベガパンクはバスターコールがこう発動されて、まあ、たくさんもう大砲が打ち込まれておりますので、それを目の当たりにして、座り込んでるんですよね。先ほども言ったように、エッグヘッドというのはベガパンクからするとかなり思い入れのある島ですよね。そこがバスターコールでもう亡き者になるということを知ってるのでかなり絶望していると、そういう状況なんじゃないでしょうか。そしてこのファビリオフェーズにいて上のラボフェーズに行こうとしてた人物が最新話でいるんですよね。それがアトラスとフランキーとクマとボニーだったんですね。で、この4人というのは真空ロケットに乗って下から上にまさに移動してたんですよ。なぜならサニー号をその上のラボフェーズの裏口から飛ばして脱出しようとしてましたので、そこに乗り込もうということで今言ったアトラス、フランキー、クマ、ボニーは先だって言ってたんですよね。しかしそこをですねキザルの攻撃によって真っ二つにされて落とされてしまったと。で、その落ちゆく中クマというのはボニーを抱きかかえてるんですけども、その落ちてる最中に下にいるパシフィスタたちですね、その人物たちからレーザーを一斉にこう放たれようとしてるところで終わってるというのが最新話です。一方その真空ロケットが攻撃されて落ちていくというところでサンジはそれを見て助けに行ってますね。まあボニーのことを助けようと思って動いているというのがサンジです。まあ今言ったのがファビリオフェーズ地上での主な戦力なんですけども、ここにまだいる人物がたくさんいるんですよね。例えばドール中将であったり他の9人の中将、まあドール中将を除くと8人ですか、その中将たちもいるはずなんですけれども、まさに今バスターコールがかかってサターン星とキザル以外は出ていけみたいな感じですので、やってきたは来たけれどもおそらくまあ海軍の船に戻ってそして脱出しようとしてるんじゃないかというところですね。そして忘れちゃいけないのがこの地上にいるのが伝説の鉄の巨人ですね。伝説の鉄の巨人というのは上のラボフェーズではなくて下の地上層にいますので、このサターン星だったりキザルとの戦いに参戦してくる可能性も大いにありえます。はい、これがエッグヘッドの下の部分でのまあ大きな戦局というか今の状況ですね。で、その下にいる人物たちというのはまあ麦わらの一味はそこから逃げ出さなきゃいけないということで上に上がって裏口に行ってそこからエルバフの方向にサニー号で逃げると、そういうプランを考えてるんだけども今こういろいろ悪戦苦闘しているというところですね。ということで続いて上のラボフェーズでは何が誰がどういう状況なのかですね。で、ラボフェーズにはまずですね、まあ大きく A 棟 B 棟 C 棟っていう大きな建物があったんですよね。で、そこもいろんな攻撃でもうかなり破損してるんですけど、麦わらの一味というのは一旦そこに行ってまあいろんな階に行ったりとか核とルッチと戦ったりとかですねしてたわけなんですけども、今はですね棟内部にはあんまり人はいないんですよね。棟内部にいると思われるのはまず核ですね。核はまあ3時にバブルガンで閉じ込められてその真ん中にあるであろうと塔のどこかにいると思われます。そしてステューシーもですね、まあ最後はルッチに志願をされてバタッと倒れて終わってるんですけども、同じく塔の内部にいるんじゃないかというところですね。そしてあの裏切り者ヨークはですね、まあ4階の司令室にいると思われます。だからそのちょっと前まではその塔内部でいろんなことが行われてたんですけども、今いるのはその3人ぐらいというところですね。そしてその建物の地下というのがあるんですけども、地下にはちょっと人がいますね。それがまずセラフィムたちですね、まあ、同じくバブルでこう囲まれて今動けなくなってると思われるんですけども、まあミホークのセラフィム、ハンコックのセラフィム、ジンベイのセラフィム、まあ、クマのセラフィム、この4人ですね。この4人が閉じ込められています。そしてエッグヘッドに調査のためにその前に乗り込んできていて、まあ、ヨークたちに閉じ込められていたサイファーポールの人たちですね。その人たちもいます。で、サイファーポールの人たちはルフィとかにこうご飯をもらったので、ルフィにものすごく感謝しているという状況ですね。まあこれがあの塔の内部にいる人たちなんですけども、今ラボフェーズというのはその建物外に結構人がいるんですよね。まあ特に麦わらの一味は外側にいます。で、このエッグヘッドを出るという脱出プランとしてはラボフェーズの裏口からサニー号を飛ばして逃げると、まあ、そういう作戦なんですけども、その裏口にですね今もう何人かいます。まずナミですね。そしてロビン。ロビンはまあこう寝てるんですよね。ちょっとこのね寝ているところにも何か今後ありそうですよね。そしてウソップ、チョッパー、エジソン、この5人がまあ裏口で待っているという状況ですね。で、何を待ってるかというと、まあ他の麦わらの一味だったりベガパンクであったりすると思うんですけども、まあ取り急ぎ今はサニー号を待ってるんですね。サニー号がここに来なきゃここから飛べないということでサニー号を待ってるんですけども、そのサニー号を持ってきてくれているのがまあブルックとリリスです。で、サニー号はですね最初パンクレコーズの目の前ぐらいにあったんですよね。今パンクレコーズの裏が裏口でそこに波たちがいるんですけども、今パンクレコーズの前にあってベガフォースワンが持ってですね裏口にこう行こう
こうとしてたんだけども、そこを気軽にやられてサニー号が運べなくなったと。だけどブルックがその島雲を凍らせることでツルツルだと言って、まあリリスと一緒におそらくラボフェーズの正面から裏口にまで回ろうとしているのが今の状況であると思われます。で最新話でやっぱりね気になったのが、まあ、ツルツルして止まれないというとこですよね。もうこういう時ってワンピースいろんなことがもう絶対待ち受けてるじゃないですか。で多くの方が思ったと思うんですけど、これもう止まれなくて上のラボフェーズからファビリオフェーズに落ちちゃうんじゃないかと。で落ちた時にまさしくあの魚人島の敵か味方かはお前らが勝手に決めろと言ってね、あの一致集結したシーンですね。あんな感じで一回みんな落ちてそこに集結するんじゃないかと、そういう展開が待ってそうですよね。また上のラボフェーズの建物の外側にですねいる人物としてどこにいるかっていうのはまだはっきりしてないんですけども、しかし明確にいるというのはまずゾロですね。ゾロがおそらく裏口に来ようと思ってるんですけども、まずルッチに足止めをされていると、まあ、ルッチと戦ってたんですよね。ゾロとルッチがそのさっき言った建物の中で戦っていて、バーンと飛ばされて外に出たシーンというのはあるので、おそらくパンクレコーズの前ぐらいにはいると思うんですけども、ゾロはすんなり裏口に来れていないと。でナミ曰くゾロは、まあ、もしねルッチに勝ったとしてもどうせ迷子になるからということでジンベイが向かってくれているということらしいんですよね。でジンベイはその直前までさっき言った建物の真ん中の A 棟の2階にいたんですよ。でそこからおそらくナミたちに言われてゾロを探しに行ってくれてるという状況ですね。なのでゾロとジンベイは次出てきた時は一緒にいるんじゃないかというとこです。で個人的に怪しいなと思ってるのはルッチなんですよね。今ゾロと一緒にまあ戦ってるというかどっかにいるんですけど、ルッチも今ちょっとつかみどころがないというか、怪しいシーンありましたよねちょっと前にね。みんなでその A 棟の4階司令室にいる時ですかね、あの重傷者4名ベガパンク2名死亡ムゲラの1名はなんじゃルッチと確認聞かれて、ルッチは独り言だと言っていたシーンあったじゃないですか。あそこちょっと引っかかりますよね。まあもちろんですねこれはおそらくサタン星にいろんなことをこう伝えてるというとこだと思うんですけど、サタン星が守れと言っているパワープラントですね。でそのパワープラントの場所というのをルッチが伝えてるんですよサタン星に。でそのパワープラントなんですけど、その場所というのはサタン星たちはまず分からずにどこにあるんだという時にルッチがですね、まあ教えてくれたというくだりがあったんですよね。まあルッチはですね今のところかなり悪いやつとして言ってますので可能性はまだ薄いんですけど、もしルフィサイドに来てくれているもう一つね違う何かを考えていてくれてるということであれば、そのパワープラントをルッチは知っていますので、そこにゾロと言ってこいつを使えばサタン星を少しだけコントロールできる、まあ言うことをね聞かせることができるというそういう仕掛けを裏でやってくれてる可能性もないでしょうかね。なんかここでもうゾロがルッチを倒して終わりというのもなんかそれなさそうじゃないですか。ルッチはまだ何かがあってルフィたちと一緒に行動するとか、このエッグヘッドでの戦いの中で、まあ、重要な役割を果たすと思われますので、パワープラントの場所を知っているルッチだからこそ、まあ、何かをゾロと一緒にやってくれるんじゃないかと、そういう期待が個人的にはあります。はい、いかがだったでしょうか。まあ簡単ではあったんですけども、誰がどこにいるとか、まあ、どういう感じだったかというのはぼんやり分かったんじゃないかなと思います。またですね詳しく知りたいという方はもう一度見ていただければなと思います。これを知っておくとですね、あそこにあの人がいたからこういうことだったんだとかですね、絶対これからなるんですよね。はい、そこが本当にねうまく辻褄が合っているのがワンピースの面白さの一つだと思いますので、まあこれからも一緒にワンピース楽しんでいきましょう。それではどうも最後までありがとうございました。じゃあね。